EMTG ミュージックをご覧の皆さん、どうもアーフラットオブサークルです。佐々木亮介です。よろしくどうぞ。ドラムの渡辺です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。俺たちアーフラットオブサークル、11月23日に新しいシングル出します。フライヤーズワルツっていう、タイトルなんですけど、今回のフライヤーズワルツっていうのはね、表題曲が、ロンドンでレコーディングをしてきました。はい、チャレンジしたね、ロンドンでね。そうですね、面白かったね。いきなり、はい、思い出ある。ロンドンはフィッシュ&チップスとかめちゃくちゃベタなやつだね。びっくりするよ。もっと色々しただろ。美味しかったね。美味しかった、美味しかった。脂っこかったね。あの脂には気をつけてください。はい、そう、言いやられるんであれば、ね。まあ、そんな感じで楽しかったんですけど、レコーディング楽しい感じも音に集まってるかなと思います。空中ブランコがテーマの曲なんですけど、はい、ビデオもあの日本にポップサーカスって超でかいサーカスが来てて、それと一緒に撮って、あのめちゃくちゃいい感じなんで、それをチェックしてほしいなという感じなんですけど、すあのおまけっていうかね、カップリングもすげえ豪華で、はい、ロンドンのエンジニアが日本に来て撮ったロックンロールニュースクールっていう曲とか、あとこれあと言いますけど、クリスマスパーティーをやるので、ライブをそれに向けて作ったクリスマス曲が3つも、まあ、僕が入ってるんで、めちゃくちゃ濃厚なシングルになってます。まあ、今年ベスト版も出して、ゴーストの DVD も出していっぱい出してきましたけど、はい、今年のリリースは多分これが最後なんで、はい、フラットオブサークルの来年11周年をさらに占う曲になってますので、ぜひ聴いてください。はい、で、今俺でツアーやってるんですよ。アーフラットオブサーカス、大巡業ってツアーやってるんですけど、対バンライブツアーを今やってます。で、その締めくくりが、11月23日フライヤーズワルツのリリースビデオ一緒なんだけど、渋谷のオーイーストっていうとこでロックンロールサーカスをやります。まあ、これ何かというとフラットオブサークル流のフェスティバル、はい、祭りなんですけど、対バンがナッシングス、ガールズインストーン、ジョーバチ、ゴーゴーバニアス、ザ・スロットル、レイちゃんで、DJ で片平ミノルニーヤンが出ますんで、はい、そのね、まあ世の中にたくさんフェスティバルありますけど、フラット流のフェスはこれしかないって感じなんで、ぜひ祝日だから遊びに来てください。待ってます。で、いっぱいライブあるんですけど、さっき言ったクリスマスパーティーが12月1日六本木のビルボード、12月10日大阪のビルボードで大人のフラットちゃんを見せるというのと、はい、年末に12月30日ロックンロールニュースクールってイベントやってるんだけど、下北のシェルターでカウントダウンライブやるので、最高の新年を迎えたい人はぜひ遊びに来てください。で、俺たち今年、ファンクラブっていうのを初めて作ったんですけど、ブラックマジックファンクラブっていうのを作ってるんですけど、そこもいろいろ面白いことをやっていこうかなと思ってるんで、チェックしておいてください。来年のスケジュールは、鬼殺しナイトとかね、もうほんとね、自主企画山ほどあるんで、それいっぱい数えきれないぐらいあるんで、ホームページで見てほしいんですけど、はい、今年もガンガン、来年もガンガンやってきますんで、よろしくお願いします。というわけで、EMTG のバンドマン泣かせのやつ、マイ検索ワードを検索したんですけど、なんかある？最近検索した。最近iPhone の鬼渡辺和孝としてはちょっと。でも、量は佐々木さんもよく見てるからね。俺なんだろうなぁ。でも、リハ終わって1曲終わったらもうこうやってる。それは、それは反省でメモしてる。真面目。俺が最近メモしたのは、深瀬釣り仕掛けですね。おぉ、何それ？釣りです。深瀬釣りっていうの？あのね、浮き釣り、海でやる浮き釣り。あ、なんか最近誰かと言ってなかった釣り。そう、なんか最近ね、アルカラのギターの田原さんっていう、田原さんね、あのメタリカ T シャツばっかり着てる、そう、イエモジャの人と、メタリカ顔の、そう、メタリカ顔の人とメタル釣りをしてるんですけど、すげえ人だね、あの人ね、あの人めっちゃいい人です。佐々木さんは？俺はね、最近姉さんとハマってる漫画があって、てか姉さんはね、家がね、あの漫画喫茶状態らしいよ。漫画がパンパンにあるらしいんだけど、一巻も入れてくんだけどね、一巻も入ったことないけど秘密の話だから。その中から、生海亮先生の記憶やわくって読んでるんですけど、生海先生を調べたら顔は出てこないんですけど、なんか、ね、これ多分読んでる人は当たり前だろうと思ってると思うんだけど、なんかね、バンドマンが男の子なんていうの、モデルになってて、あの奥田民生さんとか、あアンパブチキンの藤原さんとか、姉さん言ってたのそれ。そうそう、で見て読み返したら、あ、すっげえ似てるって思って、それが新発見だったんで、受け身漫画読んでない人ちょっと一緒に読みましょうよ。バンドマンいっぱい出てきますから。フェスティバルの時藤原さん一回会ったことあるんだけど、挨拶したことあるんだけど、その時思ったらめっちゃ似てると思って、受け身先生の描写パーないと思ったんで、そんな感じかな。俺たちそんな感じ。佐々木が少女漫画っていうね、はい、あれ少女漫画って前言すげえ面白い、人間が描いてる漫画って、まあ、そんな感じです。フラットオブサークル、これからもよろしくお願いします。皆さんともども今いないですけど、はい、テツと一緒に新しいメンバーでガンガンやってるんで、これからもよろしくお願いします。ます以上、アーフラットのサークルでした。